ちは、広原香織です。今日は淡路島の渦の丘大鳴門橋記念館に来ています。大鳴門橋見えます。あちら徳島です。玉ねぎ探しに来ました。今日見てください、この玉ねぎ。玉ねぎピアノです。それでちょっと弾いてみたいと思います。こちらでございます。とっても素敵な場所、海が見えて、ほら書いてありますよ、こういう風に海辺のストリートピアノっていうことでお邪魔しております。波かな、強いられる。ほう、ここに水張ってありますね。取っ手の部分を両手で前後に振ることにより、ほう、これが行くぞ、こうですか、これで音がしてくる、音がしてくるはず、いや違う全力で擦るって、全力です、全力です、全力擦ってます。これ見てくださいよ、これ音が鳴ったら人気も財も人もそこへ集まる。広原香織さん集まりません、これどういうことでしょう広原香織さん、
淡路ハイウェイオアシス、なんかこれあれかな、波打つ感じをデザインしてるのかもしれません。ここで演奏して今日の淡路島ツアーはおしまいでございます。ありがとうございます。